すごいなんか怪しい。ダメね。ダメね。入っていく。あ、そうっす。自分でこじゃあ写真の方お願いします。あ、はい。これは理想のオレンジ。理想のオレンジ。あ、今度理想のオレンジ。お、新しいやつ。はい。はい。はい。ありがとうございます。毎回 CM してるんです。最近聞いてないな。オイナリアが入ったんだね。すごいね。あ、はい、そうです。新しく見えました。オイナリア儲けてそうだもんな。行った時ありますか。オイナリア行った時に見たことないんだけど、なんか一応お土産でみんな持ってくるから。あ、行ったことあるんだけど、場所が全然味分かってない。結構あるんじゃない、いろんなところ。あ、そうですか。分かってない。分かってない。うん、何話そうかな。どっからどう攻める。今日なんかフリーな感じ。あ、今日もフリーで、フリーというか適当に決めた方がメール来ると思うんだけど、決めずにやる。じゃあ、よろしくお願いします。あ、はい、了解です。終わった。何が終わったんですか、ゆくさん。これからです。待ってな。ゆくどさん、どうしたんですか。僕はこれからです。さっきは人の番組に出てます。あの、僕の番組はこれからです。おお、もうそろそろ。土曜の昼下がり、皆様いかがお過ごしでしょうか。アイデアのああいう OK ですね。今日も、2時からですね、1時間、まあね、だらだらというよりは気楽にのんびりという形で、まあ、ちょっとリラックスした感じで毎週お話ししておりますので、今日もお話ししていこうかなと思います。まあ、すでにですね、ツイキャスでですね、いつも実家に帰ってるけど今日は聞けましたということで嬉しいコメントいただいております。ですね、まあ、せっかくなのでこの流れで、ですね、FM ギノワンでは、ツイキャスもやってますし、ユーストリームもやってますし、サイマル放送でもやってますし、まあ、ラジオがないところでも聞けるというとてもいい番組なので、ホームページの方から見てもらえば全ていけると思います。で、一応アイデアの IOK ということで、アイデアこと、アイデアマスオこと山下浩二がですね、まあ、いろんなことを話してますけども、スポンサーさんに婚活モールさんっていうね、あの、今婚活一生懸命、あの、 NPO 本人でできるだけ安く、どうしても時間のかかっちゃうものなので負担が少なくっていうことで、活動されているかの、あの、 NPO 法人さんのスポンサーで今やっております。なのでアイデアかコラボ婚活モールみたいな形で、お送りしておりますので、婚活の話とかね、あの、僕は一応出会いから子育てまでということで、まあ、いろんな お話ししたり、あの、実は恋旅応援団団長のつぶやきっていうホームページをですね、ティーダブログさんの方で書いてたりして、今150記事ぐらいあるかな、そこまで言い過ぎかな、書いてあるので、もしよかったらですね、あの、婚活ってこれからだいぶかなり、もうキーワードになってくると思いますので、少し、まあ、興味があればですね、本当に見ていただければなと思います。
一応メッセージで、一応じゃないんですけど、できればですよ来てほしいんですけど、メッセージも797@fmginowan.com 797@fmginowan.com で、婚活の悩みでもいいですし、人生の悩みで、出会いから子育てまでなので、結婚生活の話とか、子育ての話もやってます。で、実は、選挙事務所にも勤めて、出入りしてたことがあるので、選挙の話もちょっとできるしっていうことで、一応ね、基盤は教育学っていうのを勉強してきた人なので、教育の話をしながら、とんかつなら知ってますブルガリさん、こんにちは。なんかそういう話何でもやっていきたいなと思ってますので、まあ皆さんね、聞くだけでもいいです。気楽にのんびりお付き合いいただければ、ちょうど2時のね、お昼寝時だと思います。うちの家族みんな寝てるんじゃないかなと思いますので、せっかくの土曜日、お仕事の人もいると思いますが、お休みの人はまあのんびり気楽にダラダラ聞いていただければなと思っております。今日も1時間しゃべくりの1時間になると思いますが、何卒よろしくお願いします。メールなどくれば、メールツイキャスでコメッセージなどくれば、お返事していきたいなと思いますので、よろしくお願いします。あ、すいません。あげるの忘れてました。ありがとう、ゆっくりおさん。喋ってたんですね。あげるの忘れてました。あのね、あるんですよ。マイクとなんかこの辺があって、たまにうっかりするんですよね。はい。ではですね、アイデアの IOK 今始まっておりますよ。独り言しか言ってなくて、ツイキャスの時間で、声も入るんですけど、ミスるとですね、音入らずに、ただなんか喋ってる動画が動い見えるっていうで今、アドバイス指摘いただいてありがたくね、元に戻したんですけど、使い方がね、ツイキャスだとどうしても、曲が流せないんですよ。なので著作権上ね、なのでツイキャスの時も僕はできるだけ喋るようにしてるんですけどすいません、一服堂さん僕もあります。あれ、僕の方がおかしいのかなと思って一回ツイキャス消してやったけど、やっぱりみたいな。あ、さっきの女性はですね、さっきのはですね、ミキと愉快な仲間たちっていう番組だったんですよ。で、ミキさんと真宙さんっていうのがメインでやってて、ミキサーは山崎くんっていう FM 議論のスタッフの子がやってるんですけど、ミキと愉快な仲間たちにのミキさんがですね、15分で退席されたので、ちょっと、代わりにですね参加してたので、さっきの女性はもう帰られました。真宙さんは帰られましたで、沖縄の話でも全然受け付けますので、今日はですね、超いい天気ですよ、沖縄。で、初めはですね、海が映るようにカメラセッティングしてたんですけど、ギャラリーさんの顔が見れるようにっていうことで、カメラ逆になったので、海の景色が見れないみたいな。で、ミキサーの方はどうしても見れないんですけど、とってもいいところで、FM ギノワンとか、東京大局の FM 講座さんっていうところは、割とギャラリーが広いんですよね。なのでギャラリーでくつろぎながら話聞いたり、ちょっと僕早めに今日来てたんですけど、ちょっとまあ別の仕事の資料読もうかなと思って来てたんですけど、のんびりするにはちょうどいいんですよ。で、海も超綺麗に見えるし、
今ですね普天間基地の一部撤去っていうことで、あの居住区だったとこ今壊してるんですよね。でこれ僕きっと聞きなので合ってるか分かんないですけど、琉大附属病院が来るのかなでなるので、今整地している作業もちょっと面白くて見てるんですけど、茶壇の夜景が見えたりするとてもいいとこなので、あの修学旅行の途中に来るのはちょっと難しいかもしれないんですけど、ぜひですね、何かのきっかけがあって沖縄に寄って時間があるよっていう時は FM 技能は寄ってみるのもいいのかなと僕は思ってます。でラジオで聞かれてるリスナーさんの方もあんまり近くなんでふらっと寄ってみましたぐらいでも全然歓迎してくれるので、ありかなと思いますね。でラジオしてるパーソナリティとしては来てもらって少しね見てもらうというか、まあ、はい、できれば入ってもらいたいんですけどまあね無理やり入れっていうのもできないので、見に来ていただけるとパワーをいただけるかなと思うのでいいかなと思ってます。で、沖縄ですね、まあ、ちょっとこれ先週婚活の話をいっぱいしてたんですけど、まあ、選挙の話もちょっとしたいんですけど、まあ、先にやろうかなと思うのはやっぱどうしてもね婚活モールさんプレゼンツっていうところもあるので、まあ、だからっていうわけではないんですけど、もう多分ちょっと解禁というか、今婚活モールが今年ねちょっと取り組もうとしていることが一つあって、そのね、中二の女の子に婚活っていう話をしてもあれかもしれないんですけどすごく今人口減少っていうのが言われていて、それこそね僕の子供今小1の6歳の女の子と2歳の双子の、3歳の双子の男の子がいるたちがいるんですけど、まあ、この子らが大人になる頃にはもう子供めっちゃ減ってるんですよ子供めっちゃ減って、まあ、僕がおじいちゃんになってるんですけど、僕みたいなおじいちゃんが医療が高度になるので長生きするんですよねおじいちゃんおばあちゃん長生きして、で若者が少なくて、それこそよく言うのが3人に1人2人に1人でおじいちゃんおばあちゃんを担いでいく時代が来るよみたいな、まあ、ちょっと脅し的なのがあってですね、ちょっと人口減少っていう社会問題が実は待機児童より結構僕の中では大きくてですね、うちの息子たち待機児童なんですけど、いやそんなことよりもね、まあ、そんなことよりもっていうと失礼なんですけど、やっぱ待機児童で困ってる方もいるので、で待機児童は実はもうあれなんですよ、5年ぐらいすると子供の方が減っちゃうので10年すると多分今度児童不足で本当に保育士さんの長期雇用とかがかなり難しくなるんじゃないかなと思ってます。あ、このままいけばね、このまま少子化が進んでいくと、結婚する人自体が少なくなってくると、その同じ割合の婚姻率って言って、まあ、100人あたり何パーセントの人が結婚するかって考えたら、結局人数がもともと少なかったら同じパーセンテージで進んでも婚姻組数っていう組数とか人数が減っていくじゃないですか。そうなると日本ってやっぱりね、まあ、結婚してない人で子供いる人っていうのは逆にあんまり稀で、結婚してないけどシングルマザーですよとか、ね、シングルファザーですよっていう人は結構稀で、やっぱ結婚して子供を産むっていうのが、まあ、世界的にもね婚外子っていう言葉を使うんですけど稀で、でやっぱね一人で子育ては本当大変なんですよ。だからシングルマザーさんとかシングルファザーさんとか、本当にね旦那さんが出張でずっといないとか本当に大変だなっていうのは、実は僕主婦なんですよね。主に夫って書いて主婦、一般的な主婦じゃなくて男性版の主婦なので、そういうので子育てはすごく大変だなっては思うんですよ。思うので結婚して子供がいるっていうのが、でね、できれば両方ともが子育てと家事とに興味を持って参画してお仕事したかったら両方ともがお仕事しながらいろんなサービスを使いながらっていうのはすごく大事だなと思うんですけど、もうそもそもですね、その今待機児童問題で子供が入れなくて困ってるっていうのが、まあ蔓延していて大変なんですけど、まず子供の人数減るので
で、保育所自体は減らないじゃないですか、ものなので。で、そこで勤めてる人も簡単に首切れないので減らないので、どうなるかっていうと、まあ先生が逆に余り始めるという、児童不足の問題が出てくる。10年ぐらい経ったらね、このままほっといたらですよ。で、まあ、そう考えるとやっぱね、経済的にも困るよなっていう、これは社会問題で、あくまで独身者結婚しないと社会が危ないよって言ってるのではなくて、あくまでこのね、結婚の意識をもう少し高めないと、結婚したい人ってなかなかしづらい時代になりますよと。で、結局人口自体が減って、例えば自分が、まあ、上下2歳ぐらいの人と結婚したいなと思ったら、上下2歳ぐらいの人が身の回りにいない時代が来るわけですよ。ほとんど、いないというのは嘘ですけど、まあ、出会いの数が少なくなる時代が来るってことは、どう考えても、結婚がしづらくなるっていうのは、すごくですね、実はですね、子供たちに負荷をかけたくないので、大人たち、既婚者の人とか、おじいちゃんおばあちゃんとかにいろいろ知ってもらいたいなと実は思っていて、そういう意味ではですね、今婚活モールとでやろうとしていることは、もう今沖縄県ってまだ婚活ってそんなに、そんな必要なのみたいな時代なんですけど、一応県の方とかは結構2年ぐらい前から人口増加計画ということで、やっぱ結婚しようよ、家族作ろうよみたいな、子供産んでよってやっぱり今は言わない時代になって、家族作りましょうっていう言い方ですね、夫婦ができたらまあ子供生まれるんじゃないっていう感覚で進めてくれるところはとても優しくなったなと思うんですけど、まあ結婚したい人がいたら応援しようよと、応援し合える社会を作ろうよっていうので、今年はちょっとそっち方向で、みんながもう少しその婚活とか少子化っていうことに対して意識を高める、意識を高めて義務感でするんではなくて、結婚したい人が言ったらみんながどうしたらいいか知っている社会をもう少し作っていこうかなっていう話を今ですね、理事長とかいろんな人とし始めている感じですね。なんかここからやらないと多分ダメなんだろうなと思っていて、で沖縄県ももう片足かなり突っ込んでるので、もう片足突っ込んじゃうとなかなかね、でもこれでも沖縄県は出生率とかは高いんですけど、でもそれでももう人口減少始まっているは始まっていたはずで、人口減少しだすとですね、これ猛烈に進むんですよ。これフランスとかいろんな先進国でも分かってて、でこの前すごい記事が出てて、ちょっとフェイスブックとかはよくアップしてるんですけど、今消滅しそうな国というか消滅しそうな民族っていうことで日本第1位だそうなんですよ笑い事じゃないかもしれないんですけど、このまま行くと少子化とか人口減少で日本人いなくなっちゃうんじゃねえって言われているらしくて、これってみんな知らないじゃないですか。日本で子供いっぱいいるよねって感じじゃないですか。これ多分待機児童のあれなんですよ。子供はいっぱいいるわけじゃないんですよ。子供は徐々に減ってるんですけど、結局保育園が回ってなかったり、女性の社会進出が進んでるんですよね。進出進んでたけど待機児童のせいで進出できないとか、そういう課題がいっぱい出てきて、だから待機児童ってもう面食らってる人はもうとんでもない問題なんですけど、面食らってない人からしたら、うち一応待機児童面食らってる方なんですけど、待機児童面食らってて、で息子たちの夏休みが幼稚園の未満児クラスっていうのがあって、年少さんより一つ下のクラスに今入れてもらってるんですけど、それでもちょっと発達が遅れててですね、でまあちょっと発達が遅れてるか、親がね自由に育てすぎたなっていうのはちょっと今後悔してるんですけど、後悔しつつ別に満足してるんですけど、夏休みどうにかこう仕事するためじゃなくて子どもの生活習慣をキープするために夏休みどうにか通わせてくださいっていう形で、夏休みもちょっと、もともと保育園みたいに夏休みのみの預かりっていうのがあったので、まあ、そこに乗っからしてもらって、ちょっと例外的に
まあ、集団訓練として行かしてもらうようにしているんですけど、うん、まあ、そうやって、まあ、うちはどっちかというと、まあ、僕主婦っていう形で家庭に入っているので融通が効くんですけど、まあ、それでもね、11時半までだったかなだからかなり婚活モール担当の仕事をうまく調整しないといけないなと思いながらやってるんですけど、まあ、そうやってね、まあ、僕も、まあ、まだ融通が効く方だから良かったんですけど、ね、2人とも働いててバリバリのキャリアですごい力持ってる女性が、ね、所得が高いだけで保育園に入れなくてっていうと、ああ証明かつ可能性としてですから豊島区っていうの、豊島区かな、うーん、そうなんでしょう、消滅可能性都市ね。東京都は人口増してるんだけど、あれは流入なんですよね、出生率最下位なのでね。豊島区東京でいいですかわかんないですけど、すいません、ゆうたさん、ね、今東京都知事選も結構すごいことなってますね。鳥越さんなんか人気あるかなと思ったら政策ボッコボコに叩かれてるのを見てどうなるんだろうとか思いながら、沖縄県民として沖縄県民なんですけどね、オリンピックの顔になる都知事さんが出てくるので、で沖縄県にも消滅可能性都市ってたくさんあるんですよ。でやっぱりどうしても沖縄県だと移住っていうテクニックも使えるんですけど、移住の後の定住っていうテクニックが使えるんですけど、それだとですね、やっぱりね、どっかの県が過疎地になって消滅可能性都市を より消滅可能、ね、消滅させる可能性があるって考えると、やっぱり各地域でやっぱ子供を産みやすい育てやすい環境とかを作っていかないといけない。そのためにはですね、やっぱ結婚がしやすい環境、本当すごいですよ、今新成人の半分ぐらいが恋愛したことなかったり、恋愛に何パーセントかが恋愛には興味がない、恋愛はめんどくさいとか、そういう時代になっていて、で恋してみようっていうのすらもう、なんだろう な理由はちょっと分かんないんですけど、しなくなりつつあると。新成人の調査を取ると、今まで恋愛したことがないのが半分ぐらいっていうデータが出ると。だからまあ恋愛してなかったら結婚もね、やっぱその次の結婚もちょっとパッと思いつかないと思うんですよね。で、まあ、まあいきなり結婚する人ももちろんいていいと思うんですけど、うん、でもやっぱり恋愛を経て婚活しててもお見合いしてても期間にもよるんですけど、恋愛して例えばお互いのことを知ってからやっぱ結婚っていうのが多分ほぼなんですよね。出会ったその日に結婚を決めましたっていう人はなかなかいなくて、で出会ったその日でなかなか結婚相手なんて決めれないじゃないですか、どんな人かわからないのにね。同棲してから結婚するっていう人もだんだん増えてきて、相手のところをやっぱり評価して一緒に、過ごせるかっていうので、で、消滅ね、可能性都市って言われてますけど、僕フェイスブックで書いたんですけど、消滅可能性国ですからね、日本ってもうこのまま行くと本当に歯止めが効かない人口減少が始まる。そうなるとですね、ちょっと変な手段を使わないといけなくなったりするんですよ。で、これがフランスで有名なんですよ。フランス結構少子化対策で有名な国で、人口減少を止めたという国なんですけど、フランスはで婚外子って結婚してない人の子供も認めてます。まあ別にそれは別にいいんですけど、で結婚して子供が多ければ多いほど、補助が出ると。なのでお金目的で子供を作る人もいるんじゃないかっていうね、批判があります。これは分かんないですけど、やっぱりでも児童虐待率が高いとか、ネグレクト率が高いとか、やっぱそういうところの問題が関係してなくないとは言えないんですね。でフランスはもう本当人口減少が始まってやべえって言って始めてるんですけど、日本って今人口減少が始まり始めた、まあ始まってるところももちろんあるんですけど、で動き出してるのでまだ救いなのかなと思ってますね。でまあね、フランスほどね大きな国ではないので、なんだろう、地域ごとに頑張るっていうのがとっても大事なのかなと思いながら
今、沖縄県の婚活に関わってくれそうな人とか関われそうな人に対してどうにかこうアプローチをしてですね、今婚活結婚したい人っていうののアプローチはもうちょっと今年1年は半分しつつちょっと置いといて、結婚したい人を応援したい人、支援したい人っていう人たちに声かけたり、なんかなんかうちの例えば会社で未婚者増えてきたな、困ったな、結婚させてあげたいなっていう企業さんを応援したり、例えばまだ人口減少なんですかと、待機児童が多いから子供ってめっちゃいるんでしょみたいな人に、いやいや子供はね、まあそこそこいるんですよと、じゃなくてその受け皿が整ってないだけで実は子供ってどんどん減ってるんですよ、実は待機児童って政策のおかげかどうか分かんないですけど例年減ってるんですよ今実は、で減ってるんですけど保育所も減ってるんですよこれすごくないですか、保育所も減りつつ待機児童も減ってるってことはやっぱり人口減があるんですよね。だからそういうところを考えながら、実は例えばまあお願いというか、まあ婚活の話させてくれる番組があればぜひ呼んでほしいですしもっとね、婚活というよりか結婚っていうのをもう少しちゃんと真面目にみんなで話し合う時期が来たのかなと。で、もう子供産めよ増やせよ古いんですよ正直でうちの妻って本当出産のたびに流産早産しやすい体質だったので、病院のベッドで貼り付けで24時間点滴で貼り止め打ってっていうのをやってるので、ものすごい辛い妊娠期間だろうなと僕は思うんですよね。多分まあ一応できるだけ辛いのでできるだけ行くようにして話し相手になるようにしてたんですけど、それでもね24時間点滴打ち続けられて自分の子供がお腹の中でのためとはいえね、すごい辛い時間を過ごしているんだろうなと思っていたので、産めを増やせはちょっとひどいなっていうのはやっぱり僕の中にあって、で、まあ、そういうのも含めてですね、まあいろいろね、結婚して産めを増やせじゃなくて自分たちの2人の相談で、夫婦の相談で子供を1人でも生まれれば少し人口減少にも歯止めがかかるかなっていうことで、子供が欲しい人とかではなく、人口減少を止めるためとかではなくて、結婚したい人を純粋に結婚できる環境を整えていけば人口減少の歯止めになるんじゃないかと。だからもうその先のことは任せるけど、まず結婚したい人結婚させましょうっていうのが一応婚活モールさんと一緒に、まあ、僕も一応婚活モールのスタッフとして動いてるんですけど、一緒に動いてることですね。なんかこの結婚結婚うるせえよって思われるかもしれないんですけど、やっぱこれを声に出して言わないといけない時期がやってきつつあるのかなと思いながら、アイデアとしてはですね、婚活、沖縄県の婚活で沖縄県がうまくいけばですね、モデルケースにするっていうのが大好きなので沖縄県でうまくやってですね、他県のモデルを作れたらいいなと思いつつ、よりですね、結婚したい人が結婚しやすい社会が生まれるようにですね、今年1年はちょっと動いていこうかなと思っているところなんですけど、まあどこまでできるかね、まず一応区切りをつけながら頑張っていこうかなと思っております。それではですね、今30分も経ってないですけど大体ですね、ツイキャスが30分で切れちゃうのでツイキャスが切れる頃合いになると CM 入れるようにしております。じゃあ少しですね CM 聞いていただいて、後半は少しお話し、別の話をしていく、別の話になるかな、わかんないけどしていこうかなと思います。サテライトとちょっと音の音楽の音を聞きたいんで、はい、あ大丈夫よ、貸してもらったら大丈夫ですか、はい、前もやったよ
あ、そうですか。あの琉球開園祭って時に。ああ、4月のそうそう、4月だったかな。はい、いろいろあるそうですよ。あれ？やばい、放送事故だ。すいません、放送事故っぽくなりました。別のことに気を取られておりました。すいません。 CM からね、ラジオにしても全く何かわからない。中継が入るらしいですよ。トロピカルビーチで、月曜日に、FM ギノワン初のですね、羽衣祭りとのまあコラボみたいなものがあるらしくてですね。お、懐かしい。今 BGM でですね、ドキドキドンチ音声が流れてます。今こっそり、ザッキーがなんかやってますけど。あ、大丈夫です、聞こえてます、はい、あ、別に中継はないのかな。ですね、まああの、で、まあ一応ね、ちょっと選挙の話もちょっとしたいなと思っていて、あの沖縄と都知事さんちょっと気になりますよね、あの県外でも、うん、応答になってるよ。で、都知事さんも気になるんですけど、沖縄県でいう と、オール沖縄って呼ばれるものがあって、でオール沖縄の、が応援する伊波洋一さんが沖縄選挙区で勝ちましたね。で、島尻愛子さんって沖縄担当省の自民党の方が残念ながら落選されました。一人区なのでどうしてもね。で、沖縄県警で沖縄県の、まあ、関係する人としては、もしもし、今江里子さんが自民党で比例代表、比例で、当選しているので、まあ、沖縄県から一応2人といっても、まあ今江さんは12歳で東京に行かれて今34ぐらいだったかな、なのでほぼ22年ぐらい沖縄離れられているので、まあ県出身ではあるけど、まあ県のことがどこまでかな、12歳って言ったらね、僕も知らないですよ何があるか。なので、まあどっちかというと子供、お子さんがね、耳がちょっと不自由な方なので、そういう意味ではそっちの方の障害福祉の方に力を入れていきたいっていう話らしいので、まあそれもありなのかなと思いながら、うん、まあそういうのもあって、もちろんそういうので頑張ってもらおいたいなと思っております。で、沖縄担当大臣の島尻愛子さんも落選した時ね、敗戦の弁っていうのがあるじゃないですか。で、そこでなんだ、敗戦の弁で、もうね、やっぱり落選したっていうことで大臣辞任するっていうことだったんですけど、結果的に結果的に幹事長、官房長官とかの方から説得があったのかな、一応なんだ、沖縄担当大臣続けることになりましたね。そうなるとですね、まあ伊波さんと島尻愛子さんが、まあ、本当に沖縄県の選挙区で戦って、まあ、あと近所達郎さんという方がいらっしゃったんですけど、まあ、その一人区選挙、沖縄選挙区から2人一応国政に関わる、まあ、行政と立法と違うんですけどにいるっていうこと自体は沖縄県からしてはちょっと嬉しいのかなと思いながら、はい。なので僕としてはですね、まあ、今井絵理子さんも初めですね、一応というか
あの当選した人はみんな応援していきたいなとは思っているんですけど、うん、なので、まあ、ちょっと今江里子さんに関してはあのこれから勉強していくっていう発言とかあってちょっとあのね、勉強されて頑張って出馬された方で落選した方に失礼じゃないかなと思う部分はあったんですけど、まあ、それでもですね、まあ、何か社会福祉、障害者福祉の方で何か活躍されていただければね、あの一応というか国民のね300万票ぐらいかな、あの獲得された方なのでぜひ頑張ってもらいたいなと思って、で、まあ、島尻さんはですね、あの一応もうなんかこの辺はですね、政治的なものなのかどうかわからないんですけど、沖縄にですね、僕としては教育分野が専門なので、あの一応島尻愛子さんが沖縄担当省となって窓口になってくれて、で、まあ、自民党にいたおかげだと思うんですけど、子どもの貧困対策にね5年間だったかな10年間だったか、一括交付でお金をまあね、引っ張ってきてくれたっていうことは少しありがたいな。どうしてもですね、あの沖縄県学力どうしても底辺にいるので、で教育現場にずっといた身だったり、今日も今朝ですねチームあぐみ塾っていうことで地域学習塾って言って、あの保険だけ家族あの親御さんからもらって、で子どもたちはあの、まあ、塾なんですけど、まあ、無料で学びに来るって言ってもですね、あの下は幼稚園から上は高1まで行ってですね、あの僕担当なんですけど教えきれないので、一応子どもの自習の時間にして、まあ何だろうな、やっぱ子どもの自尊心を高めたり、あと勉強頑張るんだよとか、あと一応毎週土曜日で9時から11時、2時間のうち1時間集中して勉強しなさいよという、そういう癖をつけるためのものだと思って今やってるんですけど、まあそういう意味ではですね、国民のね税金を沖縄県だけに費やすのはちょっと申し訳ないんですけど、まあそうやって沖縄担当省という方がいてですね、沖縄振興予算っていうのも国で組まれていてですね、そういう意味では島尻愛子さんのおかげでなのか、政治のなんかいろいろ企みがあってなのかよくわかんないんですけど、まあ結果としては沖縄の子どもたちが、子どもの貧困がなんか改善されることがいいかなとは思ってます。はい、切れました。うん、なんかはいちょっとこっちの記載関係の話もあるのでたまに止まりますが、でまあまあそういうのも含めながらですね、今いろんなことにチャレンジしていて、まあ一応出会いから子育てまでっていう形でやってるのは、一応出会いから結婚、妊娠、出産ぐらいまでは婚活モールさんとタッグ組みながらやって、まあ、子育ての方本当に僕教育学が専門なので、そこら辺の分野で何かサポートしていけないかなと思ってやってたので、でまあね沖縄県の選挙も一応参院選まで終わってですね、これから一段落して、まあ、一応市町村のいろいろな選挙がまだまだいっぱいあるみたいなんですけど那覇市議選は来年って言ってたかな、うん、なので、18歳のね選挙も、18歳以上の選挙も始まって、でどうなったかな、投票率はそんなに変わらなかったんだったかな、だからね、18歳も同じぐらい投票に行った、うち平均だから、ある意味20代30代の方が投票行った人が少ないかもしれないなと思いながら、ちょっとそこは気になるところなんですけど、うん、なんかね、選挙って結構めんどくさいというか、めんどくさいって言っちゃあれなんですけど、困るんですよね、誰に入れるといいかとかね、なんか入れた人が変なことしたら嫌じゃないですかまあそういうのもあって、どうしようかなって言って悩んでる人って結構いっぱいいると思っていて、まあ、それはそれでね、仕方ないのかなと思いながら、僕は一応選挙は行ったらいいんじゃないっていう軽い感じっていうのも失礼なんですけど、感じでやっていて、うん、なのでそういう意味では
なんだろうな、でも行かなかったらどうしても組織票の固いところとか、まあ地方だと自民とかには関係ないんですけど、まあその組織票を持っているところとか、もともと地盤って言ってその人の票を持っているところがどうしても勝っちゃうので、まあ最近言ってるのは、選挙に行かないってことはその地盤の強い人候補者を選んでるのとそんな変わらないですよっていう話 で自分がまあ不満に思ってなければ別に投票行かなくてもその人で僕はいいと思うんですよ。なので投票、まあ、行った方がいいんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、行かないっていう選択肢ももちろんあっていいのかな。この辺はね、結婚と似てるなと思うんですよね。行っても行かなくてもいいし、行かないからって言って死ぬわけでもないし、で今18歳からね、投票権あるので、女性は16歳から男性は18歳から結婚できるんですけど、20歳からはね、両性の同意だけで結婚できますので、親が何を言おうと。あ、初めて来ました、ゆうたさん、はい、そうなんですよ、選挙ね、ゆうたさんが初めて行きましたということで、入れた後ね、自分の入れた人がどうなったかっていう気になることがとっても大事なので、この行動がね一番大事じゃないかな。だから投票した人は選挙がちょっと面白くなるんですよで、選挙がちょっと面白くなると、ちょっ と選挙特番見てても、僕中学校で投票権なかった頃は、なんだよ全局同じことしやがってと、なんか自民公明なんとかなんとかなんとかって出てて、その数字が増えていくのが全然意味が分からなかったんですけど、投票したらまず自分の入れた人どうなったのかなっていうのが気になるし、で入れた人の政党とかがあれば、入れた人の政党どうなるのかなとか、入れた人どんなことするのかなっていうのが気になるし、ちょっと政治の動きが見え始めてくるんですよね。だから見えなくてもいいから一応投票しておくと次のステップに続くかなと思って、あくまで一票です。たかが一票を投じて、その自分の一票で完全に右か左かに分かれるわけじゃないんですよね。いろんな人の票が集まって、その例えば沖縄だと伊波さんに決まるか、島尻さんに決まるか、金城さんに決まるかっていうだけの話で、ある意味たかが一票だから臆せず投票してもらいたいんですけど、その一票を入れなかったことでどうしてもね、自分の思ってたと違うっていうこともあり得るので、投票しといて損はないよとは思ってますね。ね、まあちょっと若干時間取られるので、僕実はいつも期日前投票です。これはもう僕の中で決めているというか、やっぱね、投票日に投票所に行くっていうねそのこのために予定を空けるっていうのがどうしても僕はちょっと苦手なので、期日前投票に行って、自分の都合のいい時に何かの出かけたタイミングで投票するようにしてますね。そうすると行くことを忘れるとか、例えばその日すっごい大雨になって外出たくねえなっていう時にも、まあなんとか行けるかなと。しかもですね、実は僕の場合は、投票所が、当日の投票所が期日前投票所より不便なところにあってですね、期日前投票の方が投票しやすかったっていうのも大いにあるんですよね。まあ、そういう意味では何かの都合で、大体役場がやってることが多いので、何かの都合きっかけでちょっと立ち寄ってみると、まあね、なんか役所に行く予定があったら、そのきっかけでもついででもいいと思うので、本当にね、あくまで何万分の、それこそ今井さんに入れた1票っていうのは300万分の1です。だから1票って重たいんですけど、そこまでこう有権者側が重たいと思うほどのものでは僕はないな。これ選挙事務所にいた人間が僕が言うのも何なんですけど、講演会って言って人、実は沖縄県議選の議員さんをの選挙事務所にいて、一応事務局長っていう名ばかりの幽霊事務局長やってたんですけど、一票取るために候補者とかその講演会の人は死に物狂いです。だからすごく一票って重いなと思うんですよ。でもこれはあくまで立候補した人の思いでいいと思う、立候補している人とか応援している人の思いでいいと思うんですよね。有権者としては
僕としてはまあ、軽い気持ちってって言ったら本当に熱心で政治やってる人に失礼なんですけど、入れてみるってことが大事だと思うんですね。だから今回今井さんに300万票入ったうちに、もしかしたら元スピードだからとか知ってる人だからとか、あの人好きだからって入れた人がいると思うんです。いるかもしれないんですね。政治のことわからんけど今井さん今まで応援してたから入れようって、それでいいと思うんですよ。僕としてはあの人好きだからって、で立候補者に票入れるんですよ。政党に票入れるわけではないので、だからそういう感覚でやる方が実はマッチしてるのかなっていつも思っていて、そういう意味ではですね、いろいろ複雑に考えて難しく考えてですね、せっかく投票に行こうと思っている人を政治はちゃんと考えて入れなければいけないとか、投票は義務だとか言って、なんかやる気を失わすことだけは言ってほしくないなっていつも思っていて、そうじゃないんだよっていう一票、本当に今メッセージくれたゆうたさんみたいに一票入れたことで、あ、この人どんなことするのかなってちょっと気になるっていう、気になる程度でいいんですよ。ずっとかけなさいとかじゃなくて、たまに例えばヤフーニュース見てたら出てきたみたいな、例えば今回、都知事選だと鳥越さんとかいろんな名前が上がっててマック赤坂さんだったかな、ね、昔はドクター中本さんも出てたんですけど、お亡くなりになられましたよねのね、あれですけど、東京都知事選結構な人出てて、で誰に入れるかっていう、あ、小池百合子さんとかもねちょっと興味ありますよね。でその人たちがどんなことするのかっていうのを、例えば毎日のように探さなくてもいいですけど、年1回ちょっと、あ、小池百合子さんがこんなことやってたんだって新聞に載ってた時に見る、まあ、例えば小池さんに投票したとして見るっていうことがね、ちょっと大事なのかな。そうすると、あれ、ちょっと小池百合子さんに票入れたけど違ったなとか、鳥越さんに票入れたけど違ったなとか、うん、自民党誰だったかな、増田さんだったかなちょっと忘れたんですけど、なんかそういうことが大事で、あ、入れたけど違ってたと思ったら他の人に入れれるっていうのがね、良さなのかなと思ってます。で、今自民党がやってなんか一番ドタバタしてるのがあれですね、憲法変えようと思ったらなんか皇室典範っていう方を変えないといけなくなりつつあるという、金城天皇、ね、が天皇陛下が、今生前退位なんか打診してるみたいな話で、あれどうなんですかね、翌日には嘘でしたみたいな、そういう話はないみたいな話が出てたり、今陛下からちゃんと発言をもらうみたいな、僕うちテレビないんですよ実は、なので結局どうなってるのか分かんないですけど、まあ、生前退位するっていうのが皇室典範なくて亡くなってから引き継ぐしかないので、生前退位ってありかなって、まあ、長い歴史を見たらね、天皇ね、早めに即退位して次の天皇に移るということは平安時代とかあの時代に戻ればいくらでもあったわけで、そう考えるとまあまあいろいろ、まあ皇室典範変えれるのかなと思うんですよね。で、憲法の改正がちょっと時間かかりそうな話も出ていて、で衆議院選がどうなるのかとか、こういうのもですね、僕別に政治の専門家でも何でもないんですよ。こういうちょっと追っかけていくうちに、あ、いろんな情報が入ってきて、で沖縄ってすごいその政治としてはすごくその対立構造が激しいんですよね。辺野古じゃない基地問題っていうのを起点にして、基地を県内に残してでも今普天間っていうね、こう今放送してる時の普天間基地をどっかに持っていくのか、普天間基地を持っていくために辺野古でもいいのか、やっぱ県内にもちょっともう基地負担がひどいから県外じゃないと困るっていうね集団がいたり、あと日米安保とか、それでもですね投票率 55% ですからねだからそれはそれで半分ぐらいちょっと冷めているというか、もうどうでもいいわと思い始めている人もこの71年間基地があるっていうことでね、その途中で、琉球政府から変わってきたり、ね、こういうのもですね一応いろんな人の話を聞きながら
僕なりに知っていったことで、で正解はないんですよ正直。本当になんか勝ち入ってる人はなんかすごい将来の予想図でそういう設計で中国が沖縄を乗っ取るって言ってるし、逆に言うともうそんなことはない、軍隊があるから危ないんだって言ってて、まあ、両極端の話をちょっと聞きながら、そういう意味ではあのすごく沖縄って両極端で、まあ、面白いなっていうのは失礼なのかもしれないですけど、まあ、政治としてはいろいろ学べる場所にはいるなと思いながら、で、僕がいたところは民進党の議員さんだったので、ちょっと残念ながらね辞典で落選しちゃったんですけど、あの民進党のところでもいろいろ話聞きながら、まあ、民進党の沖縄県連としては鳩山さんはいや辺野古しかないなって言っちゃったんですけどまだまだ県外県外ってずっと言い続けているので、そういう意味ではそういう意思を持ってね頑張ってるんだなと。で自民党は自民党で、一応ねまず普天間の基地危険性除去からしましょうと、そのために一応人の少ない辺野古に持っていってね、市街地で人の多い普天間から外しましょうと、まあいろいろね裏読みするとなんかいろいろ政治的なことってあると思うんですけど、ね、その辺ばっかり考えると本当にもう投票なんかできないんですよね、怖くてね何が起こるかわからないので、まあ、そういう意味ではまあいろんな人が投票することが実は立候補者の多分意識改革になるんですよ。やべえと、ちゃんとしたこと言わないと、ちゃんとしたことやってないと、うん、国民ってああゆうたさんそうなんですよ、県民の民だって半分なんですよ、なんですねっていうね、半分の半分ぐらいですね55% 3分の1ぐらいなんですよ、県民の民だって言いながらも、まあ、もちろん投票してないね、投票してない人も含めたらその投票してない人がどっちかって分からないので分からないですけど、投票した人に限っていれば、35万票ぐらいなので、まあ3分の1ぐらいが有権者の3分の1ぐらいがで県民の民意だって言ってますね。でもそれは実は自民党も同じようなことを言ってて、日本のアベノミクスが支持されたって言うけど、やっぱね日本国民多分 50% ぐらいの投票率の半分を自民党が持ってったっていう感じなので、4分の1とか3分の1で、3分の2の意見っていうのは実はあんまり反映されないで、で地方ってどうしてもね、まあ、沖縄も地方の一つなので、まあ、どこもそうなんですけど、沖縄県って特殊な地方でやっぱ基地があったりで、今回自民党が負けたところ、こんな圧勝したのに自民党が負けたところが福島原発のある福島と、あ現職閣僚がいて、負けたところが、福島と沖縄っていうね、このやっぱどうしても政治的というか、なんだろう、犠牲を他の国民のために犠牲を払っているって県民が感じているだろうところと言われてますね。なので自民党にアンチ自民でね、もう沖縄なんかオール沖縄体制って言って、自民党と対する、野党の集合体みたいな、あと幸福実現党の新庄さんと、この3つでだったので、まあどっちかというとアンチ自民派が票を取ったって感じですね。なのでじゃあ各政党のがをある意味ね統一候補みたいなもんなので、そう考えたときに、まあ基地だけの民意かもしれないし、で、まあ、沖縄では、まあ、まあね選挙なので一番多かったところが、まあ、民意って言い方をしてもいいかもしれないんですけど、じゃあ自民党勝っちゃったので島尻さん、沖縄の自民党の島尻さんも落ちたけど、じゃあ日本国民の民意としては自民党が勝っちゃったので、じゃあ日本国民の民意はどうなるのとかいう、なんか民意合戦になっちゃうんですよねこの辺を話し始めると、聞き始めると、投票に行ったことない人はめんどくせえなみたいなになるなと思いながら、やっぱであとやっぱ見てて面白くないのは、受かった支持者の人のところが落ちた候補者のことをなんか文句言ってる
とかを聞くとなんか切なくなるなと思いますね。やっぱ一応ね、落ちた人、受かった人みんなにやらない、みんなを応援していくっていうのが民主党の、民主主義の考え方なので、そういう意味ではですね、まあ一応ですね、最大多数の最大幸福っていう、多数決の原理っていうのは民主主義の、まあ、一つの考え方なんですけど、やっぱり議論をしてもらうと。で、僕としてはですね、本当に島尻愛子さんを、まあ、特に支援してたわけではないんですけど、島尻愛子さんが沖縄担当大臣、ちょっと歯舞前が読めずにね非難を受けたと。で、今井さんも何か違う、なんか読めてなかった気がするんですけど、歯舞前が読めずにですね、いろいろ言われた大臣さんなんですけど、でも沖縄からその代表となる人が2人いる。で、1人は行政、国政の行政の方に、でもう1人は国会の立法の方にいるっていうことは、ぜひぜひ協力していってほしいなっていうのが民意ですね。あ、民意というか僕の気持ちですね。で、伊波さんが35万票で、島尻さんが25万票を取ったので、まあ、60万票、本当に半分ぐらいの人の民意が2人のいいとこ取りすれば出てくるはずなんですよ。相反するところは相反するところで、そこは別に協力しなくてもいいんですけど、例えば子どもの貧困に関してはお互い多分言ってたと思うので、あと待機児童問題とか、そういうところはぜひぜひですね、協力しながらですね、沖縄県ならずですよ、もちろん国会議員なので、全国的なことも視野に入れながら、いろいろその検討していってもらって、やっぱね、国会議員さんは公人ですので、みんなの幸せのためにいろいろ頑張ってもらいたいなと思っておりますね。で、まあ、よければですね、今井さんももう少しですね、沖縄に来てもらってですね、辺野古の現状とかいろいろ知ってもらいながら、まあなかなかね、自民党にいて、いや辺野古の海は壊しちゃいけないから私は辺野古に反対ですとか基地は人を殺すためのものですから反対ですとか、今井さんの有名なツイートで、戦争なんてあっちゃ、ちっちゃい戦争でもあっちゃいけないみたいなこと、集団的自衛権の時かな、言ってたんですけど、集団的自衛権強行採決したの自民党なのでこれ結構ちょっと僕は時には気になってるところで、今井さんが今後どのような反応をしていくのかなっていうのは少し気にしてますね。そういう意味ではですね、いろいろ気になるところが多いなと思いながら、まあ、そうやってですね、ちょっとずつ気になっていくと、政治って知らないと思って目つぶってたら見えないんですけど、ちょっと薄目を開けるとですね、見えることってたくさん出てきて、若干疑心暗鬼とか政治不信になるんですけど、まあそれでもですね、いろんなことを知ってほしいなと。で、僕としてはですね、ちょっと話の始めに戻るんですけど、人口減少本当に怖いですので、人口減少ね、歯止める内閣府も、ずっと人口減少しないように結婚を促進しましょうっていうのは言ってるので、沖縄県もね、そういう県になってくれたらいいなと思って、政治家だけが社会を作るんじゃなくて、市民活動としてね、社会を作っていければいいなと思います。もしよかったらですね、なんか番組読んでください。婚活の話したいです。よろしくお願いします。ではまた来週。はい、皆さんありがとうございました。ツイッターの皆さんありがとうございます。ちょっと最後の方がねあれだけど、Thank you.